プリエをこの手に。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアを始めていきましょう。気にするな、このような時もある。ですね、3月28日から4月5日まで期間限定特別セレクション召喚、それから三者三様ぶらり旅イベントですね、イベントとピックアップ召喚。せっかくなんだし楽しまなきゃね。すみません、ありがとうです。スタミナ回復大ですか。またお願いします。いいですね。受け取れないプレゼント、これなんとかならないもんかな。しかも期限がないんですよね。いや、どっちみち受け取れへんやんけってなる。私はやだ。いらっしゃい。お夕飯？トレーニングするの？子供じゃないから大丈夫です。それじゃあ行ってくる。このようにして、クエストをやっていきましょう。あ、でも召喚はできるのかな、まだか。もうちょっとですね、召喚できるまで。前回、日々節約がモットーですの。前回同様、三者三様のシナリオクエストやっていきます。さあ、ゆるキャンの人たちと一緒に。だな。そうでしょうか。それなら。クロニーだよな。へえ。ちょっといい？だよね。あ、動物王国。ええ。そうでしょうか。でもさ、いやいや。中華。嘘やで。ですが。嘘やで来た。何？お、どうしたんだろう。うんうん。変わった女将に道を迷わせるための地図か。そうだな。ねえねえ。だな。はいはい。秋はあんただろうが。あ、違うわ。困りましたわね。でもさ。秋は右の人だろうがという中の人ネタ。でもね、さあ次、バトルですね。どうするか。これで行ってみましょう。おっと、シマリンを使いましょう。行ってきます。イベント開始から時間が経って、やっぱりあのボーナスが出るキャラが出てきましたね。ねえねえ。おっと、びっくりした。ごめんなさい。
ありがとうございます。ありがとう。そうだね、どうかしら。ゆうきゃんです。ええ、ありがとう。ありがとうね。なんか優しい世界ですね。これで終わるわけはない。あ、そうだ。そうですわね。そうね。三者三様。張り切って引くよ。ここだ。おっと、結構削られちゃってるね。考えますね。これ撤退です。あえて。そんなに死に急ぎたい。とっておきの必殺技だ。使います。やっぱお前の仕業か。なかなかのダメージ。使っちゃいましょう。何でもしちゃうよ。いらっしゃいませ。そこだ。一体だけか。ファーですね。本気出しちゃおうっと。そこだ。倒しました。勝負あったな。もうちょっとです。レベル上がるまで。お、どうしたんでしょう。やっほー。えこんな外見のおかみさんいるんか。おやしろ、いいですね。でもさ、そうですわね。いやいや、あら、そりゃいいですね。ちょっといい？お、疑い深い。おっと、揺さぶりをかけていく。そうですわね。そうだね。私、体力ないけど大丈夫かしら。一度ですね。限界突破やってみましょう。誰がいいかな。というか使える人限られるんですけどね。まだまだ先生もパワーアップします。少しは成長できたかしら。この調子で頑張ろう。順次強化を図っていきます。もっと自分を磨かないとね。もっとお金が足りないのかな。お金がない。これはきつい。
道中。疲れた、倒れそう。さあ、次は親しろパワーで大ピンチということで、今度は風属性の人を使います。あ、この人ボーナスついてんだ。他にボーナスついてる人は選べないんだよな。こちらは変えられるな。彼女行ってみましょう。準備万端よ。行きましょう。でもさ、疲れたよね。さあ、おやしろに着きました。おっと、化けた。おお、胸が大きくなった。さあ、バトル。なに？ええ。もう、なんなの？私がしつけ直しますわ。許せませんわ。おっと、バトルかな？ラス、ボス対決かな、これ。結構前の面強かったからな。さあ、ここは小物能力を使います。結構強いな。アズニャを救ってあげましょう。2体倒れた。全員まとめて刀の錆にしてやるぜ。おーっと、2体倒れた。私に勝てると思うなら、かかってき、静まりなさい。この人だけ。あんまり大ダメージ与えられない。反省が足りないようですね。今では生まれ星の威厳なら、ほら、そんな。とにかく強いです。これを受けて立っていられるかしら。やってくれますわね。なんてこらのも痛い。ああ、ダメだった。こんなことになるなんて。もちろん、再トライです。マジかよ。強い状態になってますね。放題だぜ。みんなで走り抜けましょう。礼儀がなっていません。ちゃんと前で見ろしますよ。ちょっと失敗だったかな。分かっていますね。あんまりダメージ与えられてない。やられた。屈辱です。私のせいで。早い。もう何度でも行くしかない。これをやっつけるの？あ！無力化だ。くらえです。腕の見せ所ね。何するのよ！
ハロー。私も体を張らないと。やられた。屈辱です。強い。これ強いな。一気に意志を失ってる。力を貸してあげるから、あとお願いします。全員まとめて刀の錆にしてやるぜ。よっと。腕の見せ所ね。受けの役割も大事なんだよ。やられた。一発で倒れますからね。リカバリがついた。いい度胸。もうちょっとだ。ごめんなさい。屈辱です。まさかのバッドエンド。いつも通りやれば大丈夫よ。もう手加減してよ。アツニャ見せてやるです。かなりでも使っちゃいますね。ようやく倒しました。めちゃくちゃ強敵だった。まあわかります、気持ちは。しかしタマミはすごい強敵でした。化け猫タマミ去っていきました。ですが、あ、うそ。そうだね。ウフフフフがいいですね。私体力ないけど大丈夫かし。さあ14節。やった。そうですわね。だよね。ワンワンホテル。抽選マシーンっていうのを手に入れましたね。なんだろうこの抽選マシーンっていうのは。お、シナリオクエスト全面クリアですよ。何か食べ、ちょっといいですか。お、石を20個もらいました。これでさっきのを取り戻せるよな。そして30個いったんで、本当はステップアップガチャやりたいんだけどな。せっかくなんだし楽しまなきゃね。これからもよろしく。召喚見てみましょう。今夜はお月様が綺麗ですね。三者三様ブライタビーは300個なんですよね。またいや、期間限定特定そう、学校暮らしステップアップガチャもあります。あれ、ステップアップガチャがリセットされてやがる。ステップが解除されてます。うっそー。廃刊になったからかな。これは第5さん。
学校暮らしを中心に出るみたいですね。ひとまずは10回ガチャ行ってみましょう。頼みますよ。うまくいかないですね。お、星4以上確定。おっと、三者三様、小田切双葉。お、まただ。星4以上確定。おっと、夢食いメニューの橘。誰でしょうね。を手に入れました。覚醒します。今夜はお月様が綺麗ですね。ちょっと、そうですね。後半の方もチケットを使ってみましょう。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。今夜はお月様が綺麗ですね。ではですね、ストーリーモードはここで、あとせっかくなんだし楽しま商店街行ってみましょう。勝ち屋一回行ってみますか。武器を作成したいが、まだいい武器は作成できない。お金がいるんですよね。なんせ素材はどうする。一応武器強化できますが、またな。武器持っててもしゃあないですからね。夜こそ取引の時間、こっちは今だけ。抽選マシーンっていうのは謎ですね。なんだろう、マヨが交渉成立。進化中スタチューもありますね。限界突破を、どれがいいのかわからないですが、ゆるキャンの抽選マシーンで交換してみましょう。なるほど、西川陽子をゲットできるわけですね。どれにする。さーて、召喚補助チケット、ここだけ取っとこう。交渉成立。タイミング悪いですけどね。エトアリウムコイン5万が、そうか、これはないな。おや、なんだろうこれ。クリアのキーレプリカって書いてますね。スタチュー類、限界トップもいろいろもらえますね。交渉成立。
渉成立。交渉成立。交渉成立。交渉成立。これが星5以上なんですよね。特殊召喚はご覧の通り。アイテムを売却することも可能です。お金になるんですね。アイテムを売却すると、これで誰か一人星4を限界突破することが可能になりました。彼女かな。でもやっぱり40あたりかな。あとですね、ひなわいスイッチのナズナを。わあ、ちょっと自信ついてきたかも。そのナズナをパワーアップですね。さあ、5回強化したのでミッションももらえます。ありがとうございます。さすがですね。さあ、そしてですね、クエストを、予備クエスト、お金もらえるんですよね。お金をいきます。上級です。月の属性ですね。さあ、行ってみましょう。お、冒険か。楽しそうじゃん。金は大事です。まずは順調なスタート。使っておきましょう。入りました。なんてね。よっと。いいメロディー降りてきたよ。いいですね。ここまでは順調。きた。コンボですね。これは。レベル4まで上がった。聞きます。勝つとやっぱり気分いいね。まあ、何回も挑戦したくなります。資金、それが資金集めクエスト。使いの主演は超級。
まあでもまずは最初は、金縛り状態。夏の女子高生を舐めるな。水着じゃ全然防ぎも。結構強い。弱い。使ってみましょう。ナズナ。なんでしょう。火災でいいですね。回復でした。まず1体倒しました。来ました。もうボリュームたい。一発本気でやっちゃうからね。スクワットガン。倒しました。倒したはず。回復しとけよかった。だが褒める子にはこうよ。諦めちゃダメです。必殺なんだっけ。スクワットガン。あ、ラストボスにためてておくべきでしたね。これはさあ、これで一個残りました。水着じゃ全然防ぎたいよ。飛びっきりのやつあげる。大丈夫ですか。慣れないことしちゃったから。さあどうなる。どこまでいける。やっぱり来ましたね。当然行きます。お願いします。倒しました。もう一度お金のクエストを。副長カレンで張り切っていきましょう。負けないよ。近づいたらぶっちよ。えいや。来た。あれ。さあこれで当然使います。囲まれてる。
これ倒しましたね。結構楽に倒せました。いいね。ちょっとさっきの長級に行ってみましょう。お金が多いですね。ゆうこで行ってみましょう。行って行きましょう。負けませんよ。よし、決め決めで行こう。いいメロディー降りてきたよ。どうだ、倒した。こっち来るな。こいつめ。あれ。痛いです。こいつ食らった。集団攻撃2連発、これに相手は耐えられるのか。てか一発で倒れないかも。倒しました。やっぱりヤスナ強いな。